ともに願い捧げたいと思います。一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。週末は雨が続いて、またこの週の初め日曜日もまだ恵みの雨の中にあります。収穫感謝祭ということで、神様がしてくださった良いこと、与えてくださった一つ一つの収穫に感謝をして、神様に礼拝を捧げます。主よ、どうぞこの礼拝のひとときを祝福してくださり、あなたへの感謝とともにあなたの栄光が表されますように感謝を捧げます。遅れている方々がいましたら、どうぞその足を早め、またお守りくださいますように、イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。まず96番、皆さん期待していきたいと思います。喜び歌おう、作り主
れるよ。蘇られた主イエスに、ハレルヤ。力へ行こう。
聖書は3つのことを教えます。1つ目、いつも喜んでいなさい。2つ目、絶えず祈りなさい。3つ目、すべてのことについて感謝しなさい。究極的には私たちはそこに行き着くと思うんですね。嫌なことは感謝できない、嬉しいことを感謝する、それがスタートです。しかしマイナスのことも神様は後に結果的に良いことに変えてくださるので感謝できるんですね。だから全てのことを感謝できます。全てに感謝し、59番、あ、
53番、主イエスの血潮、皆様ここに力がある、イエス様の十字架の死に贖いがある、神の力をもう一度この賛美を持って覚えたいと思います。浮きよりも私たちは主を浮きを見てください。主イエスの血潮、thank you.
エス様が十字架で勝利を取られたか。でも現実にはまだ勝利を手にしてない。完全な勝利はこれからです。だから勝利は決まっているけど戦い続けていくのです。勝利を望む。157番、収穫も感謝して、神がしてくれた良いことにまず感謝を持って祈っていきたいと思います。感謝を忘れたクリスチャンの歌を忘れたカナリアのような存在です。私たちはどんなことにも感謝できる。そしてそこに救いがある。神様、感謝します。ただ感謝します。理由をつけずに感謝します。そしてまた全てのことをあなたの家に感謝します。皆さん、感謝の表現を持って神様に祈りを捧げていきたいと思います。しばらく祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日も感謝の御前に近づきなさい。神様、主よ、一週間受けた傷やマイナスのことも含めて感謝いたします。あなたは良いお方です。感謝します。罪を許してくださり感謝いたします。悪魔から解放してください。精霊に満たしてください感謝いたします。病やし健康を与え、心に傷を癒してください感謝します。全ての問題、呪いをあなたが解決し祝福してください感謝します。私たちに永遠の命をください。やがて天国に入り、そしてこの地上にあってもその天国を味わえることを心から感謝いたします。今日のこの礼拝が感謝の表現をするひとときになります。あなたが喜んでくださることを感謝しながらお捧げします。お受け止めください。感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りを捧げます。アメン。それでは皆さん、どうぞご起立ください。進んで賛美しましょう。天地の作り主、神を信じます。一人は私です。
私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神主の御名をみなりに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家をずしがってはならない。アーメン。4番ヤベツの祈り、はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アメン。お祈りいたします。天の父なる神様、モーセの実戒を告白し、私たちは自らが罪あるものであり神の前に汚れたものであることを、主を正しい鏡で自分を見るかのように見させられておりますけれど、しかし同時に神様はそのままで弱さを持って進み出る私たちを受け入れてください。許し清め、また豊かに成長させてくださるお方であることを感謝いたします。また不運を嘆いた、その嘆くようなお母さんから不幸という苦しみという名前を付けられたこのヤベツという人が祈った時にその運命が変わったように、私たちが祈る時どのような過去があっても私たちは人生をやり直すことができるし、また人生が変わっていく、そのことを感謝いたします。どうぞ神様、
私たちの未来に対して感謝するとともに、また今日は収穫感謝祭として、神の御前に与えられた一つ一つを感謝することができる時でありますように。神様、あなたに感謝を捧げます。イエス様、どうぞ十字架の恵みが与えられています。そのことをあなたの御前に感謝することができるようにお願いいたします。ただ感謝いたします。御言葉を通し、またあなたに近づけてください。感謝できるものへと変えてくださいますように。イエス・キリストの御名によって感謝し賛美してお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。おはようございます。もうここのところ声が枯れ続けていて、もう声を仕事とするものとしては、管理しなきゃいけない。でも、どうしても枯れてしまう。気をつけてても、まあ、それが、まあ、人の弱さかもしれません。人生は思い通りにいかない。仕方なく罪を犯してしまうってこともありますよね。罪を犯したくない、でも仕方なく犯してしまう。皆さん、そのような時に私たちは神の前にもう一度悔い改めて、どの面下げて神の前に、まあ、仏の顔も三度まで。でもイエス様、こう言われました。ペテロに向かって、7を70倍にして許しなさい。まあ、それは数学の話というよりも、無限に許しなさい。そう言われた神は、私たちを無限に許してくださることをもう一度感謝したいと思うんですね。私たちはその思いを持って神の前に、みんな弱い、だから神が必要だ。そしてその神は、私たちが近づいて頼ってくれることを喜んでおられる。今日も主の前に近づく皆さんを神様は喜んでいてくださいます。イエス様を愛する人はアーメンと言ってください。アメン。収穫感謝祭記念礼拝、今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。コリント第2、9章6節から7節、この2節を一緒に読みたいと思います。コリント第2、9章6節と7節、説教予約を見てください。3、はい。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。アメン。まあ、今日は教会で収穫感謝祭を祝っています。まあ、1週間ぐらいずれる場合があります。あの他の教会、正教会、カトリック、などなど宗派によって違いますけれど、まあ、日本ではですね、一昨日が、勤労感謝の日というのがありました。まあ、ほとんどね、忘れられてしまう場合があるんですね。まあ、この日はなぜハッピーマンデーにならないのか。まあ、ここのところですね、月曜日に休日をずらして、そして、同日月という3連休。まあ、しかしですね、これは動かさないっていうのはですね、もともと五穀豊穣を願う、まあ、新嘗祭っていうね、まあ、天皇にまつわる、まあ、そういう祭りであった。しかし、まあ、アメリカとの戦争というかね、第二次世界大戦で敗戦した日本は、まあ、GHQ の指令によってですね、これは変えなさいと言われてですね、収穫を感謝するというよりもね、勤労してくださった人たち、まあ、特にお父さん、でも現代はお父さんだけじゃないですね、お母さんも、そしてまた、生活に関わる全ての人に、感謝を表そう、まあ、勤労感謝の日、そういうふうに、なっていった。まあ、ハッピーマンデーばっかりがいいわけではなくてね、まあ、今日はこれはこれで良いかと思います。お互いに感謝をする、そのことを私たちはいつもしたいと思いますし、しかし同時に、その背後に目に見えないけれど、命を与え、収穫を与え、人生を守り導いてくださっている神様に感謝する。皆さん、それがですね、収穫感謝祭の意義だろうと思います。一緒に私たち今日、神様に感謝の心を持っていきたいと思います。収穫の神へ感謝しましょう。第1番目、
蒔いたものを刈る法則、農業をしている人はよく知っています。蒔いたものを刈り取る。ガラテヤ 6-7、 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。種をまいたら刈り取る、まあ、これはですね、いい意味でも悪い意味でも使われますよね。種をまかなければ収穫はない。でも悪い意味でね、その種をまけばその因果応報というかね、結果痛い目に遭うよっていうですね、まあ、これはですね、農業だけではなくていろんなことに適用できます。私たちの人生ですね、まあ、大きなところでいくとですね、この宇宙というのはなぜ存在しているんでしょうか。最初は何もなかったと聖書に書いてあります。しかし神が種をまいてこの宇宙を存在させた。聖書がそれを語るんですね。ヨハネ1章1節から3節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。言葉によって作られた、まあ、言葉をこの方とやっています。まあ、これは後にイエス・キリストということが分かってくるわけですけど、神の言葉が発せられることによって全てのものができた。まあ、この言葉っていうのは原文のギリシャ語ではロゴスって言葉です。でこのロゴスっていうのは、まあ哲学的な言葉で、全てのものの背後にはそれを存在させる理性がある。まあ、例えばですね、この机も、偶然ここにあるわけじゃなくてね、誰かが存在させ作った、そしてここに置いた。エアコンもスマホもパソコンもピアノもギターもみんな誰かが作った。偶然なんていうのはないんですよね。まして私たち人間が偶然に作られる、そんなことがあるでしょうか。まあ、聖書は神が私たち人間を作った。しかし人間だけはですね、言葉で作ったんじゃないんですね。それ以外みんな光あれ、言葉という種で作ったのに、人間だけは地の地で粘土をこねて作って人間の形を作ったわけですね。アダムという人、そこに鼻から神がと息を吹き込んだら人間となった。いやー、神の命ってすごいですね。そのようにしてアダムが作られた。そしてエヴァも後に作られた。まあ、人がですね、最後、息を吐き出すようにして亡くなっていくっていう、まあ、光景を、まあ、最後、見とる人は、見た経験があるかもしれません。その神の命が出ていく。神の命によって人は生かされている。まあ、そんな人間はですね、神によって作られて、まあ、当時はたった一つだけの法律があったんですね。たった一つでした、当時の法律。創世記2章16節から、あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。一つの法律があった。しかしその一つを悪魔にそそのかされて、人は犯してしまった。食べちゃいけないって言われたものを食べてしまった。皆さん、これはですね、一つしかない法律を犯したということは、全てを犯したに等しい。その瞬間、人の中に罪の種がまかれたんですね。罪がまかれてしまった。そして神はその罪人となったアダムとエヴァをそのエデンの園から追放しました。まあ、なぜ追放したか。まあ、このエデンの園にはですね、命の木っていうのがあって、その木の実を食べ続ける限り永遠に生きたんです。もし罪人が永遠に生きたらどうなるか。人は悔い改めなければ最後悪魔になってしまう。だから死をもって罪をリセットさせよう、罪人が永遠に生きないようにしよう、そのために
その永遠に生きる木の実が食べられないように追放されてしまった。皆さん、この罪っていうのは何かというとね、神との遮断です。神と切れてしまう。霊的にはもう神様と切れてしまったのでですね、もう霊は完全に死んでます。精神はどうでしょうか。徐々に力を失っていき、また人を愛する力がなくなって、夫婦が仲が悪くなり、また兄弟喧嘩で殺し合うようになりました。そして最後は体にまで影響をもたらしてですね、死んでいった。皆さん、この罪というものが神との遮断であり、これが死をもたらせた。皆さん、罪の収穫は死だと書いてあります。皆さん、これは嫌な収穫ですけれど、それは動かしがたいことなんですね。しかし、もう一つ神は収穫を与えようと、2019年前イエス・キリストがこの地上に生まれてくれました。皆さん、イエス・キリストの命が種なんです。私たちがこの方を受け入れるなら、この方は私たちを永遠に生きるように、そういう収穫を与えてくださる、永遠の命をくださる。皆さん、それが救いなんですね。ヨハネ 12-24、 誠に誠にあなた方に告げます、一粒の罪がもし、粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結ぶ。死ぬというのはまかれるっていうことなんですね。土の中にまかれると死ぬ、しかし芽を出す。皆さん、同じように今日皆さんがイエス様を信じているなら、皆さんの中に命がまかれていて、そしてその命はイエス様が復活したように私たちも復活する。この体は死ぬ、でもまた復活して生きるんだ。皆さん、それを聖書では教えます。私は復活です、よみがえりです。私を信じる者は死んでも生きる。今日皆さん、それを信じる人はアーメンと言ってください。アーメン。皆さん、そこにね、希望があるんですね。死で終わりではない。まあ、せっかくね、一生懸命お金を貯めてね、あれしてこれしてってね、成功してもね、なんだ死で終わりか、つまんないってなっちゃいますよね。しかし、私たちは死でもう一度復活があって永遠に生きる。まあ、しかしですね、救いということに関して、3つの、領域があるということを今日、これは繰り返しお伝えしていますけれど、初めて聞く人もいるかもしれません。これは神学用語なんですね。義認、聖化、栄化、ジャスティフィケーション、サンクスティフィケーション、グローリフィケーション、英語だとそうなりますけど、まず義認というのは何かというと、信じた瞬間に命がまかれている。種が畑にまいたってね、土の色と種の色はあんまり変わらないんで、わかんないですよね、まかれたかどうか。同じように、イエス様信じてもね、人はすぐに変わらない。いやー、あの人クリスチャンになったのに。遠くの人はすごく見えるんですね。いやー、あの人はすごい。でも、家族同士だとね、夫が妻が夫にクリスチャンになってもね、あんまり変わってないなんてこともね、思うかもしれません。しかし、それは始まってるんですね。必ず完成する。2番目、成果。その始まった救いが成長してやがて変わっていくというプロセスを成果というんですね。皆さん、今それがね、私たちの段階なんです。少しずつ少しずつ、いっぺんにじゃない、少しずつ少しずつ私たちは変わって、自然にその植物が成長するように、また人間が成長していくように、私たちはその救いが今、成長している。成果。そして最後、やがて完成する。神の前に立った時、皆さん、必ず完成するんです。決まってるんです、完成が。だから希望がある。でも皆さん、私たちはこの3つの段階がわからないとね、
悩むことになるんですね。なぜクリスチャンなのに私は罪を犯し続けてしまうのか、なぜ変われないのか。皆さん、自分の力で変えられないからイエス様が死んだんですよね。ですから任せてください。つながってたらいいんです。つながってたら自然に成長する。皆さん、これが大切ですね。つながってること、花束、女性がもらってどんなに嬉しくてもね、やがて枯れてしまう。しかしあれが根と茎とつながってたら、ずっと生きていることができる。同じように私たちもですね、神というブドウの木、神というお方にしっかりつながる枝として私たちは生きていきたい。皆さん、そうしたら実を結ぶっていうんですね。皆さん、そのために大切なのは、どうぞ教会、この日曜日の礼拝大切にしてください。また教会だけではなくてね、毎日聖書を読み祈ることしてください。そしてそれを伝道することです。命が行ったり来たり、そして交わるということ、お互いに。皆さん、これ大切です。教会生活、聖書を読むこと、祈ること、伝道すること、そしてクリスチャンが交わりをすること、これをすることで人は成長していくんです。でも離れたらどうでしょうか。成長はストップしてまた枯れてしまうことがある。まあ、もちろん最後は完成するんですけどね。皆さん、どうぞ、私たちは成長し続けたいものです。ヨハネ10章10節には悪魔についてこう書いてあります。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。悪魔は私たちを神から離そうとします。罪に誘惑し、罪を犯したら責めつける。しかし神は違う。大丈夫だ、私のもとへ来なさい、そしてつながっていなさい。皆さん、今日イエス様とつながっているので、私たちはやがてキリストと同じ姿に変わっていく。救われている。言葉に表せないほどの賜物ゆえに神に感謝します。聖句がありますけど、皆さん、どうぞ、救われていること、私たちが変わっていくこと、やがてイエス様のようになっていくこと、そのことを感謝し喜びたいと思います。アメンでしょうか。アメン。皆さん、これはね、一番大きな喜びなんですね。2番目、救いには2種類あります。皆さん、私たちが天国に入る、イエス様の姿になる、これが一つ目の救い、命の救いと言います。天国行けますよ、私たちは滅ぼされないですよ、許されてますよ。まあ、これでも十分です。しかし、もう一つ、人生の救いがある。この一回だけ生きている人生で、ああ、私の人生はこれでよかったな、幸せで充実した人生を生きる。皆さん、それも大切です。この現世の救いですね。どうしたらいいか、どんな種をまくかによってこの現世が変わってくるというんですね。まずですね、あなたの考え方、考えがあなたの人生に影響を与えるっていうんですね。考えていることがやがて芽を出し収穫する。まあ、例えば人を悪口言ったり許さなかったりね、憎んでるとどうなるか、それが大木になっちゃうんです、憎しみ。そしてその憎しみが人格となるとね、攻撃し、そして危害を加えるようになってしまいます。まあ、私たちにはですね、皆さん、人格がありますよね。人格があるっていうのはね、まあ、これラテン語でペルソナっていうんですけど、好き嫌いがあるってことです。そうですよね。私はカレーが好きだけどハヤシライスは嫌いだとかね、その逆もあるかもしれません。うどんとそば、そばは好きだけどうどんは嫌いとかね、まあ、それぐらいだったらいいんですけどね、人に対してね、好き嫌いで見てしまいますよね。あの人は好きだ、いや、生理的に受け入れられない。しかし、好きか嫌いか、
敵か味方かだけで人を判断してると、それは健全な種ではないんですね。聖書の教えのはね、好きか嫌いかあってもいい、でも蒔くのはね、愛の種を蒔きなさい、好きでも嫌いでも愛しますっていうことですね。そんなことできるのか、どうしたらいいか、イエス様はこう言いました。マタイ 5-44、 自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。皆さん、嫌いな人、迫害する者、その人のために祈ることで愛せるんだ。まあ、好きな人のために祈ってもいいです。でも嫌いな人のため、嫌な人のために皆さん祈ってください。そうすると敵意とか憎しみがね、死滅されていくんです。この苦い根というものがね、生えてくると人生を全部苦くしちゃう。憎しみ、許さない、敵意、そういう苦い根があったら焼き滅ぼしていただきましょう。ヘブル 12-15、 苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないようにしなさい。今日私たちの敵意、憎しみ、争い、そういうものを今日イエス様の十字架の前に告白して、焼き切っていただきたいと思うんですね。そして大切なのは良い種をまくっていうことですね。良い考え、良い言葉、良い行い、伝道すること、献金を捧げること、奉仕すること、皆さん聖書が教える良い種をまいていく。皆さん、それはね、隠れた行動、隠れた考えであっても必ず収穫になっていく、祝福につながっていく。皆さん、この点に関してね、平等なんです、公平です。神は学歴があってもなくても、能力が少なくても多くても、どんな過去があっても、学歴、家計、実績関係ない。あなたがまくその種が未来になっていく。皆さん、ワクワクしながらね、ぜひ良い種をまいていってください。皆さんも農夫なんですよ。農夫は種をまいて一生懸命それが収穫するように、見張り、そしてそれを収穫を喜ぶように、私たちも良い種をまいていきましょう。御霊の実、ガラテヤ5-22、有名な言葉ですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制です。神とつながっていたら、私たちの全人格からこれが出てくる、実となって出てくるってですね。また聖書が教えるのは10分の1の捧げ物、マラキ3-10、 10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよ。経済の祝福がここにある。また伝道するなら人が救われる。まあ、私が尊敬する一人のオーストラリアの伝道者がいます。40年間路傍伝道しました。誰も理解しなかった、あの人おかしい人だよね、誰も救われなかった。ところがですよ、後で振り返ってみるとですね、14万以上の人がね、その人の伝道を通してクリスチャンになった。伝道っていうのはね、すぐに救われる場合もあれば、時間がかかって救われる場合がある。必ず救われる。そして伝道する人は来たるべき天においてもね、祝福が与えられる。まあ、聖書は殉教した人とかね、伝道した人に祝福が与えられる。皆さん、どうぞ、私たちは人生を通して伝道していきたいものです。皆さんが学校で学ぶ、そして仕事をする、家庭で使える人間関係、すべてのことを通して私たちは神の栄光を表し、また伝道していきたいものです。まあ、オンオフは ありますよ。でも私たちの全生活が伝道なんですね。皆さん、どうぞそれを忘れないでいきましょう。好きこそものの上手なれ。皆さん、得意なことをやったらいいと思うんですね。
一芸が秀でればそれでもう芸能人としてやっていける場合もあるんですね。好きなものがあれば自信につながり、そして、それが好循環していくこともある。皆さん、どんな過去があっても、皆さん未来が大切です。今どんな種をまくか、皆さんの今日の決断、種まきが皆さんの良い未来の収穫になる、それを聖書は教えます。皆さん、それが人生の救いです。最後、収穫の神に感謝を捧げましょう。一つ目は与えられた救いを感謝しましょう。二つ目は今まで与えられてきた一つ一つを感謝しましょう。三つ目はこれから未来に与えられる収穫を先取りして感謝しましょう。過去、現在、未来。過去を感謝し、現在を感謝し、そして未来を先取りして感謝する。感謝というのはね、形に表すことが大切です。まあ、お歳暮、お中元、またお土産で、それはですね、神への感謝は献金という形で表しますが、献金は額ではない。まあ、よく言われますけど、その通りです。お金持ちの人が捧げる1000円と、お金ない人が捧げる1000円と、神から見たら違うんですね。神様は額よりも、その人がどれだけ犠牲や痛みを払って神を愛して献金しているか、そこの心を見ているんですね。だからキリストは一人の貧しいヤモメを褒めたんですね。マルコ 12-42、 一人の貧しいヤモメが来て、レプタドーカを2つ投げ入れた。それは1コドラントにあたる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたのです。レプタ2枚っていうのは100円ぐらいです。まあ、今消費税が 10%、 ジュースもおにぎりも買えない、少ない額だな、チャリン。人はそのコインを、額を見る。しかしキリストは彼女の生活と心を見ていた。彼女にとって全部だったんです。生活費だったんです。それを捧げたその女性を褒められた。まあ、でも常識的に考えたらどうでしょうね。この人はもう一文なし、食事がない、助けてください、生活できないんで貸してくれませんか、人に迷惑をかけるかもしれない、そんな献金をしていいんだろうか。しかし聖書は語ります。豊かに捧げる人は豊かに与えられる。そういう人がお金に、経済で困ることはない、聖書を教える。まあ、お金持ってる人は大変ですよね。この貧しい人は全部捧げることは簡単かもしれない。マタイ 19-21、 お金持ちの人にイエス様はこう言いました。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。そう言われたこの、ま、お金持ちの人は悲しい顔をして去っていった。皆さんはどうでしょうか。私たちが献金を捧げるその犠牲、その額、そのが神様の価値なんです。あなたにとってのその宝があるところに心がある。皆さん、私たち神を愛する、神に感謝する、それを私たちは形として表していきたいものです。でも大切なのはこれですね。第2コリント 9-7 です。献金というのは一人一人いやいやするんではない、また強いられてね、しなさいと言われてするんでもない、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。皆さん、これが神への捧げ物です。今日喜んで捧げられない心があるとしたら、
もしかしたら神との関係が少し壊れてるかもしれない。障害物があるかもしれません。皆さんは今日神が第一でしょうか。神様を愛してるでしょうか。皆さんどうぞ悔い改め、神を第一にし、そして神への感謝を表していける、皆さんそういう神との関係を回復させていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、収穫の神へ私たちは感謝を捧げます。今日一人一人がその感謝を表し、感謝の祈りを捧げ、感謝の賛美をし、また御言葉に応答します。一人一人がどうぞ永遠の命、天国へ行くだけじゃなくて、この人生が祝福され、また神にあふれるばかりの感謝をしながら、幸せな、そしてまた豊かに神に用いられる、そういう人生を歩んでいけますように、イエス様の皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。しばらく皆さんお祈りを捧げていきたいと思います。神様は私たちを愛し、私たちから何か取ろうとするんではない。神様は全てを与えてくださいました。一人子の命までくださり、神様はもうその全てを、あのヤモメの女性のように、その全てであるイエス・キリストまで与えてくださいました。そのことを感謝して、また私たちの人生の中で与えられている一つ一つを感謝して、感謝の祈りを捧げていきたいと思います。しばらく神の前にお祈りを捧げていきます。天の神様、ありがとうございます。あなたのくださる恵みを一度覚えてありがとうございます。天の神様、小さきものです。しかしあなたはこの私たちを許し、愛し、必要を満たし、今日まで教えてくださいました。今日生き続けておられるということが何よりの神からの恵みです。そして私たちがやがて天国へ入れる、それが決まっている、何よりの救い、恵みです。神様、私たちがどうぞこの神からの恵みを忘れて感謝することがないことがないように、神様、いつもあなたに感謝をし、栄光を返し、生きていくことができるように、神様どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。アメリカの先人たちが神に感謝祭で感謝を捧げたように、私たちもこの信仰が与えられたことに対する感謝、この日本の国で私たちの生活が豊かに守られ祝福されていることに対する感謝、神様どうぞその一つ一つを喜びながら生きていくことができますように、特に今日感謝を捧げさせてください。お願いいたします。神様、主よ、この日本の内政を守りくださいますようにお願いいたします。安倍総理大臣を守りください、お導きください。麻生副総理、菅官房長官、また閣僚たちを覚えてください。辞任の連鎖からお守りください。神様、国のために良きリーダーシップを取っていきますように。主よ、司法において神様、あなたの義と愛があふれる裁判がこの国の法廷で行われるようにお願いいたします。主よ、議員たちを覚えてください。神様、また経済界、教育界、あらゆるところで上に立つ人たち、リーダーたち、またこの国で住む全ての人たちに、神様、あなたの助けがありますように、神様お守りくださいますようにお願いいたします。この1週間も神様、日本の人たちが喜びと幸せを持っていくことができるように助けてください。神様、また外交において、神様、この日韓の関係を覚えてください。日韓の軍事協定が、継続されることを感謝いたします。しかし同時に、徴用工問題やさまざまな、懸案があります。日韓、日中、そして日米、日朝、あらゆる日本の外交、神様、主よ、日本のパスポートが今世界で本当に一番のように通じるように、神様、この日本の人が宣教師として世界に出ていくことができるように、私たちの生活の中で伝道し、また全世界に出ていって福音を伝える
国となっていくことができるように、神様、私たちの感謝があなたへの愛、伝道へとつながっていきますように、主を助けてください。感謝します。賛美いたします。一人一人の人生を祝福してください。今日は守られたこと感謝します。一週間守られたこと感謝します。そして神様、一人一人の今心に抱えている問題、心配、恐れ、今日あなたが取り去ってくださり、心の痛みを癒してください。あなたの喜びで溢れさせてくださるように心からお願いいたします。経済祝福し、健康を守り、神様、あなたの必要が全て満たされますように、あなたに栄光を返します。感謝を捧げます。イエス・キリストの御名によって感謝して賛美してお祈りを捧げます。アメン、アメン。皆様、それでは感謝の心を持って捧げ物を捧げる時もしたいと思います。60番の輝く日を浴びる時、この賛美を一緒にしながら、あなたが立ち上がってこの賛美をし、捧げ物を捧げていきましょう。歌詞の60番です。輝く日を浴びる
を呼び集めてくださり、あなたを中心とした礼拝ができますこの日にこのひとときに感謝いたします。あなたはいつも喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさいと言いますけど、私たちは目先のことにとらわれて、なかなか感謝できないことがありますけど、どんな時でも、あなたの御手の中にあって、あなたがすべてを益としてくださることを信じて、すべて感謝することができますように、どうぞお一人お一人を、お導きください。また、今菅野先生の喉の調子が悪く、大変な思いを辛い中にありますけれども、どうぞ主よ、菅野先生の喉を、速やかに治して、また、先生の体調を守り、健康な体であなたのためにご奉仕ができますように、どうぞお守りください。今日の献金も感謝いたします。お捧げくださったお一人お一人をあなたが豊かに祝福し、また、あなたの御用のためにお使いください。感謝して、尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございます。主に感謝せよ、この賛美をします。主に感謝せよ、聖餐式を通して私たち一人一人が主の愛をもう一度思い起こすことができますように。聖餐は主イエスキリストの十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して、後これを先弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。
私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を思いなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度祈ります。恵み深い地なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りを捧げます。アメン、 アメン。あなたはあなたに地で作られた存在、つまり弱い存在であること、この世界で最も低い場所にあるもので作られた存在であることをご存知です。しかし同時に最も高い神の命という命が吹き込まれた人間はそういう存在であります。しかし罪のゆえに人は壊れ、罪のゆえに不幸や病気やさまざまな苦しみがこの人生の中にあります。辛さがあります。悲しいことがあります。しかし神様、あなたはそれらすべてを御子イエス様が代わりに背負ってください。私たちを理解し、私たちを助けてくださるお方です。今日すべての悲しみや問題や不幸や、神様、その痛みをあなたが担っていてくださることを感謝し、一人一人がその解決と救いを得ることができるように、病気が癒されるように、また悲しみが喜びに変わるように、また
問題が祝福に変わり、また不足が豊かなに満たされるように、神様今あなたがお働きください。あなたの約束の通りそれが与えられることを感謝いたします。兄弟姉妹を祝福し、また兄弟姉妹の中にある病を癒し、問題を解決してください。ナザレ人イエス様の皆の権威を持って悪魔悪霊に立ち向かいます。今兄弟姉妹から出て行け、この場所から出て行きなさい、人生から出て行け。聖霊で満たし、空っぽの家に空っぽのままにしない、神の霊を満たしなさいとあります。主よ、どうぞ一人一人の、主よ、心体人生すべての領域に、主よ、聖霊の満たしをください。愛する者よ、その魂が恵まれるように、すべての点で恵まれ健康であるように私は祈る。神様、その三重の祝福が豊かに与えられるようにお願いいたします。収穫感謝祭、私たちの人生の収穫を感謝するとともに、神様、その原動力である聖霊の満たしを祈ります。聖霊で満たし、神様、あなたの祝福であふれさせてください。聖霊で満たし、あなたの祝福であふれさせてくださいますようにお願いいたします。聖霊で満たし、あなたの祝福であふれさせてください。聖霊で満たしてください、あなたの祝福であふれさせてください。聖霊で満たしてください、あなたの祝福であふれさせてください。あなたは命じられました、聖霊に満たされよ、聖霊を受けよ。聖霊に満たされないその状態から私たちを守り、いつもいつもあなたに満たされ、無道の木と枝がつながっているように、そして一体であるように、私たちがどうぞどんな時にも離れないで、どんな時にも神と一緒に歩めますように、弱い私たちをお守りください。主よ、この一週間の生活活動、そのすべてをお守りください。祝福してください。あなたの栄光が表され、また一人一人が充実感と幸せと喜びと平安を持って生きられますようにお願いします。イエス様の皆で感謝して信じてお祈りいたします。アメン。あなたを愛します。誰よりも
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願うくは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットなどで共に礼拝を捧げた方々とともに、今も後も、よよ限りなく、あらんことを。アーメン。アーメン。アーメン。感謝の拍手を持って、イエス様に栄光を返したいと思います。アーメン。